皆さんこんにちは、マイトリップです。今回乗車しますのは秋葉バスの今井線です。秋葉バスの今井線は平日開港日というね、なかなか厄介な時間帯でしか運行をしないで、それから朝から夕方というね、まあ完全に小学校の通学輸送ではないかという路線でもあります。深見東から袋井の15分のなかなか短い路線ではありますけども、秋葉バスを環状する上では重要なものではあります。まあ、ナンバリングとしては一応沿鉄の扱いにはさせてもらっていますけども、秋葉バスは全部これから全編沿鉄の乗車と一緒に扱っていこうかと思っております。それからね、平日開港日と言いましたけどもね、その平日開港日がしかも袋井日照の開港日でありまして、袋井日照の日課によってバスの運行時間まで変わってしまうというなかなか厄介なダイヤでありました。では乗車していきましたのでご覧ください。さて今はね2時台になるんですけども、冬だから結構もうだいぶ夕方になってきたような感じもしてしまいます。こちらが今回乗車するバスで、エアロスターの旧式のものでありました。旧式の方はね2ステップ車になっております。2ステップ車のいいところはね、全面展望を楽しみやすいというところにあります。こんな感じで全面展望をうまく楽しむことができたのは幸いでした。まあこれがもし新型車両であったら、まあなんか新型車両を使っていた方が見栄えはいいんですけどもね、ローカル線であったらやっぱり旧式車両の方がなんか味が出るというか、そういう感じの風情はありますよね。このバス結構遅くて、まあ時速30キロくらいで運行をしております。なんでこんなに遅いのかと言いますとね、多分時間に余裕がありすぎちゃって、15分で着くというのもなかなか時間が多分余裕があるんでしょうね。駅もそんなに離れているわけではありませんからね。袋井駅まではまあだいたい15分で、運賃は結構高くて360円だったかな、それくらいするものではあります。かなり高かったですよ。こんな感じで田園地帯を走っていきます。袋井西小学校という小学校は袋井駅側にありますのでね、この辺で乗車する人はいません。今から小学校に行くわけでもないのでね、朝は多分こっちの方面が混むんだろうとは思いますけどもね、この辺は別に袋井西小の学区ではありませんので、まあ多分通学で使うこともないんでしょう。後ろを見てみますと本当に見ての通りガラガラであります。赤色のね座席がなかなか印象的なものではあります。元静鉄の座席だったのかな、これは多分そんな感じでしょうか。こんな感じで、こちらは国道1号線のバイパスです。まあ国道1号線のバイパスに入るわけではなくて、そのまま側道を通っていく感じです。側道を通って今度また東側の1本外れた方の道に入っていきます。外れてはいないのか、こっちの方が中心になっていくから、とりあえず道を変えていくだけであります。この辺のバスを通っているということは、まあそんなにたくさんの人に知られているわけでもありませんし、1日何本だったかな、確か5本くらいしか運行、3本か失礼しました、3本しか運行されていないような路線でありますしね、あんま認知されていないことでもありましょう。まあそれに使える路線ではありませんからね、なかなか実用的ではありません。運行時間が2時と4時に1本ずつと、まあ朝の7時台にね1本袋行き行きがありますけども、完全に小学校の通学輸送としてしか機能をしていないような路線です。今回はまあ幸いにもね反対側のルートでありまして、まあ本来は回送でもいいくらいのような、それくらいの乗車率ではありますけども、運行をしているので、まあそれにありがたく乗車をさせてもらったという感じであります。本当になんか回送バスを借りてなんか乗ってるような感じの雰囲気でもあります。袋駅まで回送をしちゃって、その後また別のバスの運用に就くという感じでしょうか。このバスはまあ1日2本しか運行されていませんけどもね、とはいえちゃんと音声もついています。まあ音声がね、それに独自区間がいっぱいありますのでね、なかなか収録も大変だったんでしょう。ここは片側2車線もありますね。とはいえまあ速度はやっぱり時速30キロくらいの巡航であります。まあそれからね、この辺もゆっくり進んでいきまして、国道1号線、まあ旧国道1号線っていうのかな、その旧国道1号線の方に向かっているんですけども、まあ車通りが多いところでありますから、こんなところでねあんまゆっくり走られても結構邪魔なんでしょうけどね。それで旧国道1号線側を通っていくわけではなくて、まあ東海道側のルートを通っていきます。こちらが東海道のルートらしいです。なんかこちらが東海道かどうかわかんないけども、あの先ほどのね河合の信号機っていうのかな、あのさっきのところは5サロになっていて、なかなか珍しいような信号機ではあります。それにしてもなんでこんな変なルートを取ったのかもちょっと気になりますけどもね。
ここから先に袋井西小学校というね、このバスが運行している意味もある小学校を通っていきます。そこが映っているかな、多分映らなかったような気がします。そのままカットしちゃいましたね。それでこちらが袋井塾、東海道の宿場町であります。昔から宿場町でありましたので、東海道本線には最初から駅が設けられておりました。袋井駅であります。この道をまっすぐ行きますと袋井駅になっております。県道275号線袋井停車場線と書いてあっただけあって、まあここも袋井駅の前だという感じがします。この川はね、二級河川、太田川水系の原の矢川です。先ほどの深見東のところから太田川を望むことはできましたけどもね。それでこちらは原の矢川で、このところを渡りますと、市の中心部となっております。まあ、市の中心部とはいえ、そんなに大きな都市ではありませんので、そこまで大きな感じはしないでしょう。ただ、道幅は広くて、路上駐車も、まあ、ちょっとはできるような感じになっております。袋井駅はここからでも見ることができてね、ここの一番まっすぐ行って突き当たりのところにあるのが教場駅舎になっているんですけどもね、それが袋井駅であります。教場駅舎になったのは確か去年だか一昨年だかの結構最近でありましてね、それまでは地上の国鉄時代からの駅舎が使われておりました。国鉄時代の駅舎もね、だいぶ数を減らしちゃって、天竜川駅とかね、あと新所原とかいろんなところにあったんですけども、この辺ではだいぶ数を減らしております。まだ沖津とかあと金谷とかの辺は国鉄時代からそんなに変わってないんじゃないのかなと思いますけどもね。袋井駅は橋上駅舎になって南北自由通路も開通しております。まあこんな感じで袋井駅の動画はここら辺で終わりにさせてもらおうかとは思いますけどもね。こんな感じになっておりまして、袋井駅前のバスターミナルというのはね、ターミナルというものの道路本線上にちょっとしたスペースを設けて止めるだけという感じになっております。こんな感じですね。さて、この辺で今回は終わらせてもらいます。前に見えているのは袋井市自主運行バス桜交通のバスでした。こんな感じで見送っていきます。かなりこうやって見るとボロいバスでありますね。エアロスターの旧式です。なかなか乗る機会はないので、いい機会になったなと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。次回もご期待ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネル、マイトリップでは、毎日投稿の、名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や、旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。